今日も YouTube を撮りたいと思います。学生野球の球数制限について、よりも僕が毎年毎年気になっていることを言いたいと思います。選抜の甲子園はまだいいと思うのですが、夏の高校野球選手権、全国高校野球選手権大会の、甲子園でやる、あの暑い甲子園でやる、意味はどこにあるんでしょうか。やる選手たちも、熱いし、応援する人たちも熱いし。甲子園で長く続けてきたことは十分に僕も把握しています。ですが、近年は日本の夏はどこに行っても暑く、ドーム球場ではない甲子園で高校野球
夏の高校野球選手権大会を続けるという無謀なやり方はもうそろそろ考えた方が良いかと思います。脱水症状および熱中症なので、選手や応援に来ている人、試合を裁く、アンパイアなどの体調不良を招く、危険性があるので、日本には、せっかくこれだけ、野球専用の、ドーム球場があるのですから、活用しない手はないでしょう。甲子園で続けたいという気持ちはわかるのですが、誰かが倒れてからでは遅いと、考えます。時代も、令和の時代に入ったので、夏の高校野球選手権大会は甲子園球場にこだわる必要は僕はないと考えます。古き良き伝統も大事ですが、変えていくことも大事です。球数制限より先に開催する野球場をドーム球場に変えてみてはいかがでしょうか。皆さんはどう考えますか。コメントをいただけると嬉しいです。ではまた。